和光市は埼玉県の南部に位置する市。人口は約8万3000人。東京23区に隣接することから戦後急速にベッドタウンとして人口が増え、ホンダギ県工業の工場建設によって工業都市として発展した。地域の一部はキャンプドレークの跡地に位置しており、ホンダギ県工業の和光本社、国立病院機構埼玉病院。 国立研究開発法人理科学研究所のほか、近年では、司法研修所、税務大学校、裁判所職員総合研修所などの国や、民間の研究、研修施設などの立地が進んでいる。住宅地として造成が進んでいるが、かつての武蔵野の面影を残すような雑木林や、畑が点在するほか、県営の和光樹林公園など緑の多い公園も、ある。 理科学研究所姿勢施行記念の文鎮姿勢施行記念の文鎮1970年の姿勢施行時に当市では首相を片にいった記念の文鎮を制作して市内小学校の児童に配布した文鎮の底面には姿勢施行記念昭和45年10月31日和光市と記されている中鉄製 大きさいコール縦6 5ト、mm、ル、横8 0ト、mm、ル、厚7ト、mm、ル。長らく関係の深い朝霞市、四季市、新座市との合併を目指す運動がしばし見られる。1960年代には、当時の朝霞町、足立町、山和町、新座町4町で合併し市政志向を目指す動きがあったが、話がまとまらないうちに1967年に、 朝霞町が単独で市政施行し、合併は次へた。また、市政施行の人口要件が3万人に下げられたことから、山都町も含めた他の3町も単独で市政施行した。平成の大合併では、2001年4月に朝霞市、四季市、和光市、新座市合併協議会が設置された。しかし、2003年4月13日に4市で実施された。 合併の是非を決める住民投票で、朝霞市、四季市は賛成多数、新座市はわずかに賛成多数となったものの、和光市では77%が反対という結果となり、合併は破断となった。合併に否定的な背景には、1986年から2010年まで及び2016年以降、唯一地方交付税の普通交付税、不交付団体であり、 その不均衡が影響したと考えられる。和光市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。和光市役所管内郵便番号郵便局市長、松本武弘氏の機関、施設、編集国の機関等、編集県の施設、編集新菓市川水循環センター消防、編集警察、編集その他の施設、編集詳細は、 和光市議会を参照本田技研工業和光ビルかつて市内に本社を置いた企業など、和光市駅南口は近年区画整理が完了したことに伴い多くの商業ビル、銀行などが立ち並ぶようになった。今後は北口地区の区画整理が実行される。駅周辺は当市の中心地であるが都内に近いこともあって駅前への商業集積はそれほど多くないと言える。 しかし、当市にある研究機関や会社で働く人が多いためか、居酒屋が多いのが特徴的である。駅前通り、旧川越街道にはマンションが立ち並び、昔ながらの商店は姿を消しつつあるが、現在も少なからず残っている。笹目通り沿いには近年発展した住宅街とかつてからあるセメント会社や倉庫が点在している。 新倉、白子近辺はかつて宿場町であったため、銭湯や小売店などが今でも存在する。また、荒川付近には産業廃棄物の集積場などがある。かつて戦前は陸軍施設があったため軍事工場が立ち並んでおり、戦後は米軍施設があったため、旧川越街道沿いには朝霞市を中心に米軍相手の商店があった。1952年には、 ホンダ技研工業が戦前からの工場用地を買収して白子工場、翌年には大和工場を完成させ東京進出への足掛かりとし、後に荒川テストコースやホンダ技術研究所本社なども作られるなど、市としてホンダとの結びつきは強く企業城下町とも言えるようになった。東京に接しているが、農地も比較的残っており、大消費地への近さを生かした。 近郊農業が行われている。なお、当資で採れた野菜は農協などで買うことができる。かつては豊富な湧水を生かした酒造りも行われ、二、大銘柄として、下、ニークラーシャジホに、州法、本村に、長泉があったが、現在は2銘柄とも廃業している。国内すべて有効都市海外大学院、専門学校特別支援学校高等学校、 中学校、小学校、新倉ふるさと民家園と身をかけ住宅は、江戸中期頃に建築されたものと推定されており、長年解体保存されてきたが、2003年に、死指定文化財として指定され、2006年に開園した。埼玉県下では、最古の部類に入る民家と言われている。東部東上本線と東京地下鉄有楽町線。 福都新線の和光市駅が、当市唯一の鉄道駅である。なお、市内の都県、堺お及び、朝霞市との市境に近接している地域では、市外の東部成松駅、地下鉄成松駅、西高島平駅、光が丘駅、東部朝霞駅も利用できる。タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、 反応市などと同じエリアとなっている、高速道路一般国道県道を主な指導タイアップ。ありがとうございます。